上が後輪用、下が前輪用のクイックリリースクイックリリースを装備した前輪クイックリリースで車輪を固定した様子レバーを動かす向きクイックリリースとは、主に競技用自転車で使われる工具を使わずに素早くホイールを外すことができる機構。中空の車輪軸を通してホイールに装着し、カムを備えたレバーの操作で車体との固定と解除を行う。年に イタリアのレーサートゥージオカンパニオーロによって発明された。クイックリリースは21世紀現在まで大部分のロードバイクやマウンテンバイクに採用されている。これは競技中にタイヤがパンクした場合などに素早くホイールを取り外す必要があるためである。したがってホイール取り外しが煩雑なバウンドブレーキを採用している自転車では採用のメリットはない。レバー部分を いたずら防止などの目的で、鍵やナットで止めるタイプも存在し、アレンキンセキュリティスキュアー、ボルトオンスキュアー、またはロックスキュアーと呼ばれる。カンパニョーロによって、クイックリリースの機構が発明される以前は、ホイールの左右両面にギアを付け裏返して車体に取り付けて変速を行っており、大きな超ナットを、車軸の固定に用いることで工具なしに手早く交換できるようにしていた。 しかし気温が低く手がかじかんでいると、超ナットを十分に締め付けできないなど、使い勝手が悪かった。加えて、変速を行うたびに、チェーンの張りを調節する必要もあった。そこで、サドル下までレバーが届く、長いクイックリリースが考案された。外装変速機の発達とともに長いレバーは無用となってゆき、今日見られる、クイックリリースの衣装が一般的なものとなった。 クイックリリースはシートポストの固定、折りたたみ自転車のロック機構などにも応用されている。20世紀を通じて競技、スポーツ用自転車のホイール取り付け形式の主流を占めてきたが、21世紀以後はマウンテンバイクにおいてはより剛性に優れ脱輪も起こしにくい、スルーアクスルにとって変わられており、ロードバイクに関してもディスクブレーキでのホイール、 交換作業性が優れているメリットから、スルーアクスルが優勢となりつつある。ただし、現行のスルーアクスルの固定は、ネジで行うため、リムブレーキでのホイール交換の速さに関しては、クイックリリースが勝る。クイックリリースが順然たる、ホイールの構成部品であるのに対し、スルーアクスルは車体。反対側のナットを押さえながら、レバーを右に回す。レバーが上向きか、 後ろ向きになるように倒す。レバーが半分まで倒れた状態で締め付けが始まるようにネジの締め付け加減を調節する。レバーを確実に締め付け側に倒す。Wikimedia Commons にはクイックリリースに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。